こんにちは。今日の講義は書籍、国立大学教授、腎臓の名医が教える運動を頑張らなくても腎機能がみるみる強まる食べ方大全についてです。この書籍は腎臓の健康に焦点を当て、食事療法を通じて腎機能を強化する方法を紹介しています。腎臓の健康は実は我々の寿命に深く関わる要素の一つなのです。しかし驚くべきことに、50歳以上の人々の中で慢性腎臓病に陥る割合は増加しており、その数は驚くほどのものです。この現象は決して軽視できるものではありません。ここで重要なのは、腎臓の健康には食事が大きく影響するということです。腎臓は私たちが摂取する食物に敏感であり、その機能に大きな影響を与えることができるのです。この書籍ではそのような事実に基づき、腎臓の健康を守るためのシンプルな食事法を提案しています。この食事法は血糖値や血圧のコントロール、塩分摂取の制限など一般的な健康法則に基づいています。しかしここで重要なのは、この食事法が一般的なものとは異なり、腎臓の健康を特に重視したものであるということです。例えば血糖値の急上昇が腎臓に与える悪影響や、高血圧が腎臓に及ぼす影響など、腎臓にとって特に悪影響を与える要素を避けることが重要です。この書籍では腎臓の健康を保つだけでなく、改善するための具体的な方法も提示されています。その一つが攻めの食べ方という概念です。これは単に腎臓の健康を守るだけでなく、積極的に改善するための食事法を指します。さらにこの書籍では腎臓病の進行を防ぐだけでなく、すでに進行している場合でも工夫次第で美味しい食事を楽しむ方法も提案されています。これは多くの人々が腎臓病と診断された際に抱く不安や制約感を軽減するためのものです。この書籍には実際の症例報告も含まれており、これらの食事法がどのように腎臓の健康に影響を与えるかを示す具体例が記載されています。これにより読者は理論だけでなく実際の結果に基づいて行動することができます。またこの書籍では食事法だけでなく運動についても言及されています。特に歩くことや動くことの重要性が強調されています。これらの運動は腎臓の健康を保つだけでなく、全体的な健康状態にも良い影響を与えることが示されています。要するにこの書籍は腎臓の健康に焦点を当て、シンプルな食事法や運動法を通じてその健康を保ち改善するための具体的な方法を提案しています。これらの方法は科学的に根拠があり、実際の症例によっても裏付けられています。ですから腎臓の健康に興味を持つ方々にとって、この書籍は非常に価値のある一冊と言えるでしょう。腎臓の健康は我々の全体的な健康状態に深く関わる重要な要素です。しかし多くの人々がこの臓器の役割やその健康に対する重要性を認識していないか、あるいは適切なケアを怠っている場合があります。この書籍はそのような人々に対して腎臓の健康についての新たな理解を提供し、具体的な行動計画を示すことで彼らの健康への意識を高めることができます。さらにこの書籍は単なる健康のための情報提供にとどまらず、具体的な行動指針を提供しています。そのため読者は単なる知識の獲得だけでなく、実際に行動に移すことができます。この行動の結果、彼らの健康状態が改善され、より良い生活が送れる可能性があります。さらにこの書籍が注目を集める理由の一つは、その内容が多くの人々にとって直接関係する問題に焦点を当てていることです。腎臓の健康は年齢や生活習慣などの要因によって影響を受けるため、多くの人々にとって関心のあるトピックです。したがってこの書籍は多くの人々にとって関心のある問題に対する具体的な解決策を提供していることから、高い関心と支持を受ける可能性があります。さらにこの書籍が取り上げるテーマは現代社会における健康意識の高まりとも関連しています。近年健康志向の人々が増えており、自身の健康に対する意識を高める取り組みが広まっています。そのためこの書籍が提供する情報はこのような社会的トレンドに沿ったものであり、多くの人々に受け入れられやすいと考えられます。
この書籍がもたらす影響は、単なる個人の健康だけでなく、社会全体の健康にも波及する可能性があります。健康な個人が増えれば、医療費の削減や生産性の向上など、社会全体にとってプラスの影響が期待されます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの健康は私たちの人生において不可欠な要素であり、健康であることは私たちの幸福感や生活の質に直結するからです。健康になるためには、適切な食事と運動が欠かせませんが、それだけではなく、時には専門家のアドバイスやサポートも必要です。そこで、今回紹介するのは、ライザップのプライベートジムとライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。これは、一人一人の体力や目標に合わせてトレーニングプログラムをカスタマイズすることで、効果的なトレーニングを実現します。また、食事やメンタル面のサポートも充実しており、健康的なダイエットをサポートします。30日間の無条件全額返金保証もあり、安心して取り組むことができます。個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、プライバシーも守られます。これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人にとっては特におすすめです。一方、ライザップウーマンは、女性専用のトレーニングプログラムを提供しています。ウェイトトレーニングやファンクショナルトレーニング、ストレッチなど、幅広いトレーニングメニューが用意されており、個々の目標や体力に合わせてプログラムが組まれます。また、低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮した食事管理も行われます。さらに、美容マシンや美肌に効果的な手術も充実しており、美容と健康の両面からのアプローチが可能です。これらのサービスは、単なるダイエットだけでなく、健康管理にも特化した需要に応えるものです。現代社会では、健康や美容に対する関心が高まっており、個々のニーズに合ったサポートが求められています。ライザップのプライベートジムとライザップウーマンは、そのようなニーズに応えるためのサービスとして注目されています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。